ありがとう。いただくよ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。どこにでも行けそうだ。気分を変えるか。どれにしようかなっと。気に入ったぜ。身なりは大事だからな。してんのか。くたばれ。楽しませてもらうよ。終わらせる。度胸だけは買ってやるよ。大人の渋みが出てきたぜ。どれにしようかなっと。どうだ。身なりは大事だからな。私の好みとしては。
いろいろ試してみよう。人実は人妻で子供までいたんだ。うわマジかよ。いい感じ。おいてめえ。わかった。任せろ。もしもし。ソンヒだ、キリュウさん。どうやら私たちは清流会に一杯食わされたみたいだよ。は？何の話だ。今そちらに動画の URL を送った。さっきタテラチャンネルって人気の VTuber が公開したものだ。動画？広島で撃たれてお亡くなりになりましたと思いきや、この映像は数日前にハワイで撮影されたものです。映っているこちらの人物なんですけど、ほらこれ、さっきの桐生一馬に似てませんか？というかそっくりですよね。では映像の続きを見てみましょう。久しぶりだな、春日。キリュウさんですか？他に誰がいるってんだ。聞きました。相手の男がキリュウさんって呼びましたよね。彼は間違いなくキリュウカズマです。生きていたんですよ。で、今の映像にもう一つすごい事実が隠されてたんですけど、気づいた人いますか？久しぶりだな、カズカ。はい、これ皆さん覚えてます？以前当チャンネルでその闇を暴いた春日一番、偽りの浜の英雄です。死んだはずの伝説が生きていたと思ったら一緒にいるのが春日一番。なんで？どういうこと？というわけで今回はゲストをお呼びして解説していただきます。裏社会に詳しい、というか今最も力のあるヤクザ組織のお二人です。どうぞ。こちらは清流会という団体の偉い人です。本日はよろしくお願いします。早速ですが、映像に映っていた桐生一馬をどう思われますか？本人で間違いありません。実は昨日彼は私どもの事務所を訪ねてきたんです。
つまり桐生一馬の死はでっち上げだった。おそらくは警察の一部も捏造に加担していたと考えられます。警察は桐生の死を偽装したと。そんなことが可能なんですか？桐生一馬は東城会の元四代目で、共に解散した近江連合の渡瀬会長とも実婚の仲でした。長年日本の裏社会を牛耳ってきた仲間たちの支えがあったはずです。さらにそこへ大道寺実の残した政財界にまたがる影の一派が加わります。彼らが警察に圧力をかければ不可能ではなかったということでしょう。そして昨日撮影された映像があります。また桐生一馬、向かい合って座っているのはもしかして？ええ、私たち二人です。この映像はどういう状況だったんでしょう？桐生一馬はハワイの映像にもあったように春日一番の黒幕といえる人物です。自分の死を偽装してまで姿を隠してきた彼が再び現れた。その目的として考えられるのはおそらく東城会の復活です。だからかつての東城会本部を買い取った我々に対し、建物を明け渡すよう恫喝を。それがこの映像が撮影された際の状況です。お二人ともよくぞご無事で。そんな桐生一馬を警察は野放しにするんでしょうか？彼は今も死人として扱われています。警察も手出しできません。だから我々は映像をこちらのチャンネルに提供するしかなかった。なるほど、そういうことだったんですね。貴重な情報ありがとうございます。さて皆さん、たたらチャンネルではさらに桐生一馬を追いたいと思っています。この国家ぐるみの特権階級的ヤクザを追求できるのは真実の持つ力だけです。そして悪名高き東城会の復活は是が非でも阻止しなくてはなりません。皆さんも桐生一馬を見つけたらどしどし情報を送ってくださいね。キリュウさん、大変だ。ネットにタタラチャンネルが。もう知ってるみたいね。孫悲が教えてくれたんだ。大丈夫ですかね、キリュウさん。あんたが生きてることをこんな大っぴらになっちゃって。どうだろうな、花輪の反応次第ではあるが、いずれにせよ俺はもう長くねんだ。大ごとにはならねえさ。そんな、キリュウさん。だが海老名と沢城には一言礼を言いに行かねえとな。ええ、あいつら一体どういうつもりなんだ。なんだってこんなことを。昨日会いに行ったことが奴らを刺激した。そう考えるのが自然だろうな。ねえ、タタラチャンネルって一番のこともガセネタで叩いたよね。元ヤクザに万引きさせて荒稼ぎしてたとか言って、ちゃんと仕事でやってたことを悪意たっぷりにねじ曲げてさ。ん？あのチャンネルってさ、普段は大手メディアが切り込めない悪を切るって言って真っ当なスクープで勝負してるみたいなの。なのになんで一番と桐生さんの時だけこんな事実無根の捏造ネタに走るわけ？さあ、そんなこと言われてもよ。それにタタラチャンネルは海老名たちとどういう関係？現役のヤクザを顔出しで出演させるなんてさ。桐生さんの映像なんて昨日撮られたばっかなんだよ。いくらなんでも動き早すぎない？さすが、いいところに目をつけるね、サイコ。孫悲、お前もしかして走ってきたのか？状況が状況だからな。私の話はどうでもいいだろう。まだ確証はないが、海老名たちとタタラは最初からつながっていた可能性が高い。最初から？
いつからってことだ。少なくともあなた方が奴らの名前を知る前からだ。なんでそこまで言い切れるんだよ。出なきゃ海老名たちは晒す必要のない顔を1階の配信者のために出すかも。ん？清流会を束ねる立場で普通はそんなことしない。リスクでしかないからな。だが奴はそれをした。だから今後起こりうるのは、海老名たちが自分の情報発信にたたらを使うってことだ。登録者数500万人の発信力を利用してな。そして私はさらにこんな見方もできると考えている。これまでのたたらチャンネルの大半の情報源は海老名だったんじゃないかとな。それって海老名がいろんなネタをたたらチャンネルのために提供してきたってこと？何かそう思う根拠があるのか、ソンヒ。海老名の経歴だ。あいつはもともと警察庁のエリート官僚だった。そうだったの？それがヤクザに転身なんて随分な方向転換だね。何があったんだろう。その辺の経緯は不明だ。特に不祥事を起こしたという情報もない。ただその経歴を考えるに、大手メディアで大っぴらにできなかったネタはいくらでも持っているだろう。それだけじゃ苦しくねえか。確証はないと言ったはずだよ。あ、ちょっと待てよ。そういや一番のやつはタタラに悪評を立てられて、そのすぐ後沢城からハワイへ行くように言われたんだ。つまり？いや、もし何事もなくそれまで通り元棒に仕事の斡旋を続けていられたら、それでも一番はハワイに行ってたのかなって。沢城は春日をハワイへ行かせたかった。そこへ都合よくタタラチャンネルが春日を告発して踏ん切りつけさせたってことか。ええ、一番は結局沢城たちのいいように動かされてたのかもしれません。こうなると昨日あいつらがパレカラの本性を知らねえっつってたのも怪しいもんですね。海老名と沢城に何もかも仕組まれていたとしたら、これから何が起きる？さあな。そいつはまだわからねえ。じゃあまた海老名たちと話しに行く？そうしたいのは山々だが、昨日とは訳が違うぞ。下手をすればあそこにいた全清流会を相手することになる。あんな動画をネットに出した以上、向こうはもう臨戦態勢だ。桐生さんも本調子でない今、全面戦争は避けるべきだろうな。情けねえ話だが、孫悲の言ってることは正しい。ならこういうのはどうです？清流会は新事務所ができた分、異人町本部の方は手薄になってるはずでしょう。だからまずそっちを当たってみるんです。誰か話のできる幹部連中が残ってるかもしれませんよ。なるほど、それなら悪くないな。ああ、行ってみるか。ここですよ、桐生さん。清流会の本部です。はい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 、お待ちしていましたよ。こちらは万力ジャーナルです。なんだこいつら。皆さんご覧ください、
伝説の極道が今私たちの目の前に立っています。タタラチャンネルの告発で話題沸騰、桐生一馬氏です。ああなるほど、再生数目当てのハイエナだ。取材させてくださいよ桐生さん。すごいっすね、自分死んだことにしてこそこそ隠れてきたわけでしょ。それが明るみに出て今どんな気持ちですか。ほら一言、早く早く。邪魔だ。あっ、いって骨が折れたわ。なんなのこの茶番は。当たり屋か。皆さん見ましたか、この凶暴性。これが桐生一馬という伝説の。ガキの遊びに付き合ってる気分じゃねえんだ。とっとと失せる。本当に病人なのこの人。おい、ざっけんだよ。マジな骨が折れたじゃねえか。全部取ってやるぞ。ほう、思ったより根性があるじゃないか。お前ら何やってんだ。行け、俺が取ってるからよ。タイトルはな、伝説のヤクザ桐生一馬と戦ったらめっちゃ弱かっただ。こいつどの口で言ってんだか。お仲間たちはビビって動けなくなってるみたいだけど。大丈夫だ、話はついてるからよ。こっちに来ることはエビナにはお見通しだったか。ガセネタの配信といい、このお出迎えといい、もう敵意むき出しだね。これが清流会からの宣戦布告ってとこだろうな。ならどうする桐生さん。決まってる、売られた喧嘩は買うまでだ。行くぞ。もう怒られる覚悟はできてるか。楽しませてもらうよ。やるか。楽に死ぬぞ。私の番だ。手加減はなしだ。こっち見ろよ。出てるわ。蹴りをつけるぜ。燃え尽きるわ。東京だけは買ってやるよ。人生これ成長ってな。素直に喜んでおくか。見とれないでよね。さっき清流会の奴らと話がついてるって言っていたな。あらどういう意味だ。いや、その早く答えろ。出なきゃ折れた船を俺が直す。治る保証はねえけどな。タタラチャンネルから DM が来たんです。キリュウさんがその清流会の本部に来るはずだって。組の人が守ってくれるから挑発して動画を撮れと。孫悲の予想通りだね。タタラチャンネルとエビナたちはつながってた。沢城もグルだ。春日がハワイへ行かされたのも何か理由があって仕組まれた。どんな理由が。ハワイの状況を聞いてみる。
こういう時のために連絡要員。連絡要員？多分花輪さんって人だ。大道寺一派の人でよ。繋がらないのか。ハワイは今夜中ですかね。みんな寝てんのかも。南波からメールが返ってきたよ。桐生さんたちは無事に帰国できたってさ。一旦偉人町の俺の部屋で休んでてもらうみてえだ。よかったです。じゃあ桐生さんの方はひとまず安心ですね。へえ、しかし参ったな。茜さんがラニを守ろうとしてるって分かったまではいい。問題はそっからの足取りだ。ええ、パレカナが血眼になって探しているのに、どこでどうやって身を隠せているのか。そもそも茜さんたちは今も本当に無事でいるのか。ちーちゃん、動画チャンネルの方には何か反応は？いや、まだ来てないね。やっぱり年寄りは動画なんて見ねえのかな。これ見たら茜さんきっとメッセージくれると思うんですけどね。今私の方でもネットに拡散してるんです。友達に頼んだりして。ハワイに限って言えばそれなりの人に見られているはずです。それなりの人ってどのくらい見られてんだ？再生回数は5万を超えました。え、なんだよ、すげえだろ。それって上出来じゃねえか。おお、大したもんだ。えじゃあなんか裏技でも使ったのか？まあネットで AI に何回もつぶやかせたりはしてますけど、やっぱり春日さんの動画が楽しいからですよ。なあ、動画ってのは人に見られたらその分金が入ってくんだろ。そこそこ再生されたってんなら結構稼げたんじゃねえか。甘いな。そもそも収益化するのにも条件があるの。チャンネルの登録者数だったり累計の再生数だったりね。このチャンネルはその条件をまだ全然クリアしてないよ。なるほど、そう簡単なものじゃねえわけだ。ちーちゃんもその手の話ずいぶん詳しいんだな。そう、一番たちが知らなすぎなんだよ。言われちまったな。でこの先どうするよ。茜さんを探す当ては？茜さんの所在さえつかめれば大道寺の支援は受けられそうです。特別便でハワイから脱出させる許可を取りました。もちろんラニという娘も一緒に。そいつはありがてんだけどよ。俺はいまいちあんたら大道寺一派っての信用していいのかわからねえ。そのお気持ちはごもっともです。私でさえなぜ一派が茜さんを保護したいのかはっきりしませんからね。ただし、あ？ハワイ中で狙われる茜さんを安全に連れ出すのはあなた方だけでは不可能でしょう。海を越えるには我々の力が必要になる。違いますか？ああ、そいつは認めるよ。けどそれもまず茜さんを見つけないことにはな。
私がパレカネから知らされた情報では、ばあさんたちが最後に確認された場所はナイトスクエアだ。ばあさんって言うんじゃねえ、アカネさんだ。ナイトスクエアって言うと病たちの縄張りですよね。病とは手打ちになったってのに、またあそこに行けってのか。揉め事にならなきゃいいが、だいたいその目撃情報っていつのだ。二人が逃げ出したその日だ。もう半月ほど前になる。そんな前の情報当てになるのかな。聞く気がないなら結構だ。ただあそこは病のおかげでパレカナの目が比較的届きにくい。なるほど。病はブライスの傘下に下っていませんからね。長いことばあさんたちが見つからないというなら有望な潜伏場所だろう。もちろんまだ無事でいるならという前提でだ。どうする春日、養護施設はもう当たったし他に当てもねえ。ねえ、ナイトスクエア行ってみようぜ。まずはこの前の堀市のおばちゃんとこ行くか。情報通だって話だったよな。またあそこに行くのか。そう言うな。前も言ったろ、現場百遍ってやつだよ。へいへい。だがさすがに今日はもうやめとくか。だな。明日に備えて今日は休もうぜ。ああ。言うまでもねえけど、俺らはもうだいぶ面が割れてる。ブライスが糸引いてる以上、ハワイにいる間は一瞬も油断できねえぞ。だな。俺らが隙見せたらきっと連中は問答無用で襲ってくる。じゃあ私たちもこれまで以上に力合わせないとね。ガンガン行くぜ。
俺もまだ若いね。さあ、行きますか。私の出番ね。覚悟。はっ、せっ。お似合いよ。俺の番だな。いつでもどうぞ。行くぜ。どぎついの行くぜ。
ビビってんのか。よし。ズリア。うん。お。よし。よし。ここらで勝負してやるよ。勝利。全力で行くよ。調子だぜ。いっぱいやりたい気分だぜ。我真不爽呢。Don't think you can run。準備はできてるぜ。全力で行くよ。ふん。て。ガンガン行くぜ。いつでもどうぞ。俺の番だな。調子だぜ。よし、上昇上昇。また強くなっちまった。悪くないかも。
おいしい。I just canceled your plan. Come on, you're a big tip, Z. 私の出番ね。やっちまうか。セイ。俺の番だな。ガンガン行けて。いつでもどうぞ。ビビってんのか。受けてみな。また成長しちゃった。
are you looking at? You'll be shipped home in a body. 戦闘準備完了。任せといて。はっ。ぶちかます。いつでもどうぞ。All right. Come on, do this. Easy, guy.ガツンと行くぜ。受けてみな。相手してあげる。俺の番だな。いつでもいいぜ。いい調子だぜ。これが俺の真骨頂よ。俺もまだ若いね。まだやんの？これは俺の気持ちだ。受け取ってくれ。どうするか。あんたについてくよ。行くぜ。任せといて。そっちか。二人がおりゃ。ガンガン行くぜ。これは俺の気持ちだ。受け取ってくれ。これ俺に。ふざけんな。うまく取れたぜ。